はい、大須賀拡張査隊、今日は佐中商店からお伝えします。石川さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、連日暑い日続いてますが、果物への影響何かありますか？そうですね、どちらかというとプラスの影響で、プラス、はい、はい、今のところはですね、はい、この梅雨の後からですね、このお照りが続いてフルーツ全体が色づいて甘みが増してきたかなと思います。今ご覧いただいているスイカ、一玉5000円でかなり大きくなってますね。甘さも乗ってきているんですかね。そうですね、このお照りの影響でもう随分甘みが乗ってきましたので、はいはい、今がおすすめです。なるほど。これからはどうなっていきそうですか？そうですね、この暑すぎちゃうとやっぱり畑で煮えちゃうこともあるので、夜がちょっと涼しくなってくるとありがたいななんて思います。はい、はい、続いてこの暑さの中、気温は上がっても値段が下がっている果物があります。こちら、はい、イチジクです。先週に比べて190円値下がりしています。こちらはどうしてでしょうか？そうですね、先週までがハウスものが主流だったんですが、はい、今週からですね、露地栽培が入荷が随分増えてきたってこともありまして、はいはい、出荷量が増えたってことと、先ほど言ってたように暑さの影響で、うん、今年はですね、1週間ぐらい早く、露地栽培が出荷が始まってます。はい、こちらも暑さを味方につけて、これからも少しずつ下がってくるんじゃないかという見込みだそうです。以上、大須賀拡張査隊でした。